本通りは喋れません。
やっと喋れるとこまで来た。さすがに本通りはちょっとね、無理でした。今日はパルコから本通りをもう一直線に抜けた方が早いかな。サンフレッチェの事務所です。まあすぐ移転すると思うけど、左に渡りたいんだけどな、車が多いな。ちょっと傘差しながらだとちょっと邪魔になっちゃうよね。
か今。社長いた。センちゃんがおった。センちゃんが。なんで。社長ともう一人は室長じゃない、スタジアムの信江さんだっけ。この前のインタビューの記事出てた人や。ジャストよいしょ。でこっからまっすぐよ。今日ほんと寄り道せずに行ってるんで、実際のパルコからスタジアムまでの距離が時間でわかると思いますよ。よいしょ。晴れてる日はなかなかね、行きたくないよね。びっちゃびちゃになるからね、今からの時期は。雨の日もあんま行きたくないよね。結局びっちゃびちゃになるけどどっちにしろびっちゃびちゃになるっていう。雨が降ろうが晴れようが。よいしょ。人がいないね、そりゃね。いるわけないよね、こんな大雨の日に。今日はよう降ったな。結局夕方ぐらいに止むみたいな予報ですかね。ここはいいね。でも屋根があって、ああやって机があるけ、キッチンカーみたいなのが出てるんだね。ポスタバーあるし、ね、唐揚げ。このスタバもいいね。よいしょ。でこっからちょっと横にずれると、でデッキはどこに来るんかな。ペレストリアンが多分もうちょい先だと思うんだよね。あ、ファミリープールって書いてあるけど、もうねなくなっちゃうからね、ファミリープール。あそこがサッカースタジアムなのかな、名前が。
てきた、見えてきた、スタジアム。見えてきましたよと。汗かいてきた。熱い。これすごくない？こんなに変わる1週間で。うちのゴール裏がちょっと変わってないですか？ペデストリアンデッキがあそこ立ててるから、この辺からかなのかな、この辺からか、登るとしたら。ファミリープールのあたりから、だってここ、車道だもんね、一応ね。うん。だから、ここから、あった、書いてあるわ。書いてなかった。多分この現在地からペレストリアンデッキになるのかなと予想だが、どうですかこれ。ほら全然違う、先週とね。ほらもうあっこくっついてるもんね。ほらバックとサンフレのゴール裏のもう屋根同士がくっついてるもん。ちょっとカメラじゃない、傘さしてるんで難しいですけど、あ、ここがね、うわーすごいじゃん。あ、ここまでなのかな、デッキはどうなんだろう。ここから先もあるのかな。よいしょ。じゃあ近寄っていきましょう。わあびっくりした。もうやめてや、急に喋るの。びっくりするじゃん。新スタジアムになったら初
ハーフタイムに電波が悪くなるのなくなるよね。Wi-Fi 繋がるよね。全席ね。さすがに。うわ。自動の。すごいね。電車の方は電車を押して通行してください。信号いる？歩行者。5分もかかってないか。だいたい20分から25分ぐらいか。じゃあパルコまで。パルコからなら。
バルコからは30分ありゃ行けるね、新スタジアムまでは。よし、また新しく1個追加できました。うわぁ、暑い。雨の中歩くのはしんどいね。お、アウェーのゴール裏も取り付けてます。屋根の角度をよかった、一周回って。やっぱ一周は回らんといけんな、来たらね。よいしょ。ここは早送り期間ですから喋っても意味ないよ。あ、見えんか、雨で、雨粒でね。休憩します。あっ、暑いね。しかし暑い。うわぁ、ここ屋根くっついてんね。ねえ、すごいよ。うわぁ、汗かいた。次からタオルが必要だわ。ね、もうバックじゃないわ。アウェーゴール裏のホーム屋根を骨格取り付けで、メインじゃない、バックの方の屋根はまだやな。メインの方がだいぶついてるかもしれんけ、行きましょうか。ラストです。ラスト頑張ろう。よし、行こう。お、あそこの階段みたいなのなんか取り付け始まってない？
今ね、ほらほら取り付いてんね、すごいじゃん。行きましょう。最後川沿いを。屋根自体は変わってないかな、量は。この前来た時と比べてもね。この前もあの辺まで屋根あって、エレベーターのとこかなみたいな話したけん、屋根はまだそんなついてないっぽいな。うん、そんな変わってないと思われます。いや、階段こういう系なのかな、鉄の水田が。そうよね、水田がああいう感じで雨の日滑りそうよね、ああいう階段は鉄のやつだから。水田も一回行った時雨の日があって、2017年だったかな、黄色のねユニフォームで1回も勝ってなくてね、そのシーズン。ガンバのアウェーで初勝利を収めたよね。フェリペ・シウバのシュートがポ
ストに当たって工藤がね頭で押し込んだあれ見に行ってたんすよ。急遽当日決めたのかな、行くのは。雨が試合中はそんな降らなかったのかな、試合前に降ってて、うわーここ滑りそうやなって思ったの覚えとるわ。吹田の階段が鉄やったけ。うん、あの後ね帰りは選手と同じ新幹線でしたね。森保さんと握手したかな、確か新大阪の駅で新幹線最終待ってるって、いやーよかったですねみたいな。懐かしい、あれが5年前か。5年か、5年も経ったのか。いや違う、6年前か。17だもんな。6年か、すげえな。ここね肉眼だとスタジアムがね案外くっきり見えるんですけど、 iPhone 越しになると見えにくいよね、木がいっぱいあってね。しょうがねえなこればっかりは。あと189日だって。189見えた？189見えた。このスタジアム視察のおかげでいい運動になるわ。毎回40分ぐらい歩いてるんでね。平和公園もこの前40分ぐらいだったかな、ちょうどね。よいしょ。あれ、これこんなにこっち側屋根あったっけ？増えた？あの隙間が真ん中だった気がしたんだけどな。なんか位置的には気のせいかな。前の動画見比べればいいのか。先週のやつと。なんか増えた気がするけどな、屋根が。こんなに右、こっち寄りになかった気がするけど。9月の21、9月の21か、もうあと半年か。12月に完成だもんね。12月の27とか8だった気がするけど、鍵の私が。よいしょ。ああ、もう疲れた。携帯持つの疲れた。傘も持ちながらやけ。今日はパルコからだったしね。まあでもこの前八丁堀からも雨の日やったか、あれは。よいしょ。では皆さん
本日もありがとうございました。また近いうちに終わります。ありがとうございました。